さあ、楽しい水墨画のお時間がやってまいりました。皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木墨前です。いつも見てくださってありがとうございます。今日も皆さんと一緒に新しいお題目に挑戦していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんと一緒に、つばぶきに挑戦していきたいと思います。まだね、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録をしていただいて、一緒につわぶきに挑戦していきましょう。紙は今日はね、麻紙使っていきます。つるつるの面に描いていきましょう。墨はですね、化繊の精木、墨液を使っていきますね。すでに梅皿パレットに入れております。このね、墨はボトルそのまま注いだ原液です。はい。これをね、濃墨という位置づけで使っていきますね。お筆は付け立て筆、削用筆使っていきましょう。私は今日は削用筆の小サイズ使いますね。ご参考にしていただければ嬉しいです。水墨画の紙、水墨画の道具一式についてのね、詳細などは過去動画にね、何度か上げてる回がありますので、そちらお手数ですが遡っていただいて、合わせてご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあお花から描いていきましょう。毛先に拭うように墨をね、取りますね。パレットに押し当ててコロコロしましょう。パレットコロコロ法ね。これ何やってるのかというと、彫刻をやっております。彫刻とはね、水墨画にとって大切なことなんですが、過去動画にね、詳しく上げてる回が何度かありますので、そちらもね、合わせて見ていただけるとより理解が深まると思いますので、ご視聴いただきたいと思います。簡単にね、お話しすると、お筆に含ませた墨の分量や配置によって描ける表現が変わってくるんですね。それを整えるのが彫刻になります。で、今ね、パレットに押し当ててこうコロコロしましたが、これ勝手にね、パレットコロコロ法って名付けてるんですけれども、墨前流としては三墨法が基礎となります。その三墨法を作るのに簡単な方法かなと思って、皆さんにお勧めさせていただいているやり方になります。よかったらね、試してみていただきたいと思います。じゃあ、しべのところから書いていきます。で、しべがね、こう丸い花粉の集まりみたいな感じなので、上からね、ちょっと黒目で点を打っていきます。で、動画をね、いつも見てくださってる人なら、今ちょっと気づいていただけたかとは思うんですが、私が集合体恐怖症なので、この点は全部に書かずにね、どちらか一方にこんな感じで寄せて書きます。数えるとね、13枚ありました。ちょっと毛先につけますね。13枚がぐるっとあります。ちょっとなんかね、線が入ってるイメージがあるので、それを印象的に表現したいので、毛先にね、濃い墨ちょっとこう取りながらやっていきますね。向こう側はかすれるように書いていきましょう。で、ここの接着面をですね、垂らし込みでちょっと入れていきます。そうするとついてる感がね、表現できるので、入れちゃいますね。毛先に取っておいて、
間を整えます。はい、またここの接着面ね、色変えちゃいます。はい、じゃあ続けてこっちもいきますね。接着面また描きちゃいますね。はい、こんな感じでつわぶきのお花描きました。額も描きます。ちょっと縦線がね印象的なので、そこを表現しますよ。この毛先ね、ここにちょっとつけるね。で、隅でちょっとこの境目はっきりしときます。上見てます。そうですね、小泉拭うように取りますね。このままいきますよ。くるっとね回転させます。ですぐね薄墨でぼかしちゃいますね。もう一回いきますね。拭うように取ります。くるっと回す。ちょっと足りてなかった、はい、でここにお水で
くるっと伸ばします。はい、もう一回いきますね。くるっと回す。で、お水で伸ばします。そうすると、つわぶきのあのね、丸い形の葉っぱが表現できます。中木ぐらいかな。あんまり濃くならないようにしましょう。で、中心書いておいて、これにですね、こうくっつくっていうイメージですね。結構しっかりめな。下下ろします。はい、つわぶきの完成です。はい、よかったらご参考にしてみてください。挑戦していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木牧前でした。